し例えばなし。細川藤鷹のグレイナビ団。例えばなしですけど、あなたがとある大企業の会長の隠し子として、赤ちゃんに生まれ変わったとします。あなたは父に認知されずに貧しい家庭で育つことになります。電気代も払えず電気は止められて、あなたの家は日が暮れると暗闇に包まれます。子供のあなたは隣の家から電気を盗み、漫画家になるという夢を叶えるために、毎晩遅くまで絵の練習に励みました。成長したあなたは有名な漫画家として成功を収めました。ここで歴史の話になりますが、戦国武将の細川藤鷹は、一説では足利十二代将軍の隠し子です。しかし少年時代の藤鷹は明かりのための油を、神社から盗まねばならないほど貧しいものでした。成長した細川藤鷹は戦国大名になり、優れた文化人にもなりました。漫画家にしろ文化人にしろ、電気代や油代が払えていたなら、ホワイトナビ団だったのに、